番目の選手になりました。日本大学バイツーから渡辺瑞希選手と大井です。さあ残すところあと3組。この渡辺瑞希選手は2種目を終えて第3位。そして先ほどもご案内いたしましたが、この渡辺瑞希選手は昨年の学生チャンピオンになります。早くも第一障害落下があります。初日のババパイツ競技は第4位、2日目のクロスカントリー競技はタイム減点 3.6 点、減点55点ちょうどという減点で第3位ですが、さあこの大井号は北海道の根城牧場で生産されましたサラブレッド、9歳のメスの馬、ワイルドラッシュと目白マリーの産駒。競走馬時代は目白ポピンズという名前で中央競馬15戦1勝、吉田豊騎手が1勝を挙げております。現在一つの障害の落下がありまして、最終ライン A 障害から B 障害、最終11番の垂直をクリアして今フィニッシュです。